皆さん、こんばんは。いかがお過ごしですかクリスタルです。スペインセビリア市からお送りしてます。もう、セビリアももう30度になってしまいました。いかがですか日本は。さて、今日のお題です。どんどん行きます。 え、ツイッターの方で毎日のようにご報告してるんですけれども、実はですね、スペインの中央銀行は先月、今年の経済成長率見通しを下方修正したんですね。1月から3月の景気が予想以上に弱くて、欧州連合、つまり EU ですね、の復興基金をめぐる進展が遅いことが景気回復のペースを下押しすると予想しました。えー、失業も400万人を突破してます。この中央銀行は原油高や若干のまあユーロ高、 長期金利の上昇も基本シナリオの下方修正につながっていると説明しています。えー、2021年の国内総生産 GDP 予想は6パ6%増しと従来の6.8%から引き下げられました。まあこれちょっと日本から比べたら全然なんでもないじゃないかと思いになるかもしれませんけれども、今ご覧になっている図が、えー、合併された銀行の図です。これがものすごい勢いでリストラが進んでいて、スペインの銀行もたくさん。 たんですけど今だいいた大銀行になってしまいました、まあ私が持ってるオランダ系の銀行はまあ別としても全然小さい銀行なのでこの5大銀行のうちのこの会社バンクですね今左側に映ってるこの会社バンクは約7000人の削減を今年検討してます写真右側のバンキアと 合併しまして、スペイン最大になる予定でいます。もう何と言いましても、失業が400万人にもの上っているところで、これで、まあ大体は、えー、経済系の学校出てて、特にですね、経営を 先行した人たちは卒業したら必ず見入りのいい銀行に入れるという夢を持ってたんですけれどもというかこれが定説だったんですけどもこれ見事に崩れてそして今50歳でえと定年してもらうように方たたきが進んでいるということなんですねところが50歳以上の人がまだ働き盛りで子どもも小さいのにティーンエイジャーを抱えてる段階ですよね普通でいくと。それれなのにこう外に外追い出されてしま あとじゃあ50歳以上がだめだっていうことだったら若年層はどうなのかというと若年層40%以上の失業ですよっていうかもう最初から全然職にありつけないでその若年層が働けなくて50歳以上は外に出されてしまってこれはもう日ッもサもいかなくなってます今映っているのは IMF の関係の方なんですけれどもスペインがもうギリシャの上を行ってしまうぐらいの。 大変な経済状態だということなんですね要するに低金利によって 収入が圧迫された銀行は新型コロナウイルスのパンデミックで景気が縮小する中、このスペインの銀行はコスト削減を模索していて、まあ全部付けは預金者に回ってくるんですけれども、驚く中で、この4月から500万円以上の預金をしている人には、月々その口座維持費として1300円がかかると発表した銀行もあります。まあ大体月々に8万円から10万円以上の 定期的な他校からの振り込みのない人にも維持費がかかります。それから、 カードですね。ビッサカードなどを4回以上月に使わない人には、やっぱりその維持費がかかる。何にでもかかって、それから銀行間の振り込みですね。同じ構内でも、あの、お金を取るようになってきました。それから何かの証明書、例えばこの引き落としは何なのかと聞いたときに、それを、あの、発行してもらうのに、もうやっぱりお金がかかって、すべてにお金がかかってます。先ほどのバンキアと会社バンクの従業員は5万1000人を超えるんですね。ですから、この、 削減はもう避けられないと、5万1000人は抱えていられないということで、もう大々的な削減です、銀行は今年だけで2万3000人の従業員を解雇する予定でいます。 この合併によってスペイン最大の銀行となった会社バンクとバンキアはですね、当初5000人の首を切ると言ってたんですけど、先ほど発表になったところによると8291人も首切りだそうです。それから、えー、支店も1534店占めるということなんですね。27%に当たります。 次にスペインの三大銀行の一つと言われていた BBVA 銀行もですね、3000人の希望退職を募っているということで、指定もどんどん削られていて、もうまるでノルウェーのようになるんじゃないかと思ってます。 このノルウェーなんですけれども、2年前にノルウェーに行った時にですね、ガイドに銀行はほとんどないので気をつけるようにって言われたんですが、銀行はほとんど全部不動産屋さんになっていて、えー、街に1軒あるかないかぐらいだったんですね。さて、スペインの観光は大打撃を受けています。スペインはもう観光で持ってるような国なので、これが打撃を受けるともう経済本当に回らなくて、いわゆる第4波を受けて、えー、ホテルはみんな このもうとても失業保険は終わってしまったしやっていけないととても家族を養っていけないんだって言ってますね。どんなに早く見込んでも2023年までは正常化しないだろうと言われてるんです。でもこの2023年というのはワクチンが順調に進んでと見込んでのことなので今のようにやはり決戦ができるから打ちたくないだのなんだの言ってるところはもう本当に20 2023年も危ういかもしれません。それともう一つ問題になっているのは ワクチン接種をほぼ義務づけて、これのパスポートを発行しようとしてますね、これがないと旅行ができないようになると、要するにですね。 個人情報が健康とそれから接触する人々と全人生、全家族。諸外国ではマイナンバーのようなものがもう何十年も前からあるので、今更日本で言われているようなことはとっくにもう当たり前になっちゃってるんですが、これに加えて健康も管理されてしまうということは、要するにですね、誰と接触したかどこに行ったかということまで全部組み込まれてしまうということは、国家権力の増大になってしまうんですね。ここまで把握されてしまう。そしてこのパンデミックなので、 もうどんなに穏やかにのんびりと陰謀論を信じるのをやめようと思っても、これはやっぱり仕組まれたんだなとしか思えないですね。この話を進めていくとまた、こう YouTube からいろいろされてしまうので、この辺でさらっと一言言っただけで流しておきますけれども、どう考えてもグレートリセットですね。さ、さらっと言ったところでここでお茶を濁して、こう、ちょっと素敵なフラメンコを出しておきます。えー、今ちょうど、 セビリア市ではフラメンコのあの有名な春祭りの季節でこの一週間だけでものすごい金額を売り上げるんですけれども今年できないと。ということであちこちの広場にせっかくなのでっていうのでみんなフラメンコの衣装を着て集まってワイワイやってます。これでまたこれが終わるとまたものすごい数の感染が伸びてるんじゃないのかなと思ってとても心配です。第4波、5波、永遠に終わらないというそういう気持ちがだんだんみんなの気持ちを暗くしていくんですね。 なんとですね、この一週間の春祭りだけで8億3000万売り上げるんです。たったの一週間で。これがもう2年ためになってるので、本当に気持ちがすさんじゃいますね。えー、稼ぎ時なのに。まあ、セマナさんとその前の。 いわゆるキリスト教のそのイースターですね。この一週間でもものすごい金額を稼ぐんですけれども、先ほど申しました8億3000万というのはユーロなので日本円にして10億円くらい一週間で稼いじゃうということなんですね。ですからもうこの経済的な打撃はものすごいです。最後にこうやって華やかなフラメンコを出しておきますけれども、さっき言ったことを皆さんどうか心に留めておいてください。このパンデミックと、 ワクチンパスポート、それから金融のリセット。これはもう、まさに、あれのことですね。明らかに規制もかけられてしまいますし、バンもされてしまうので、ここから先ははっきりと言えないのが非常にもどかしいんですけれども、ぜひ皆さん、会員のご登録をご検討ください。 さて今日のところはここまでです。またいろいろ面白いテーマを扱っていきたいと思います。この頃一つのテーマに絞ってこうやっていくことをやってみてるんですね。というのはあまりに相関的だと、まあそんなニュースはたくさんあるので、私としてはこう一点に絞って、それがよく深く理解できるようにやってみたらどうかなって思ってるんですけれども、皆さんのご意見が少ないのですごくがっかりしてます。ぜひ投稿してください。それから会員動画にご興味の方は、Twitter の方からあの、聞いてみてください。 えー、案内をあのお送りするようにしてます。力を入れてあの、こちらでは言えないようなこともたくさん言ってるんですね。それからツイッターでも皆さんご存知のように、短いニュースをどんどん翻訳してあげてるので、あれもなかなか読み応えがあるので、ぜひツイッターの方にもいらしてください。長い動画だけじゃなくて、短い言葉でね、ぎゅっと世界をこう詰めるっていう、そういうことをやってます。ではまた明日お会いしましょう。ごきげんよう。